ブラッド礼拝の場合は本当に初心者から本当にレベルの高い人たちで、ショップのオーナーの人たちもいっぱい来てますし、車のレベルもまあノーマルに近いところからすごく改造した車まで、まあ、それがまあ一緒に競えるっていう、そこを目指してやってるので難しいっていう声が大きかったですけど、最終的にはみんな笑顔になってくれてるので、まあ、今日天気もいいので余計にまあみんな終わった時点では良かったって言ってくれてるんで、まあ、私もまあ結構成功かなと思ってます。まずはまあ安全がある程度担保されているところをまずは体験で走ってもらう、で自分の車の限界を知ってもらうっていうところが一番いいかもしれないですよね。いきなりもう大きなタイヤ履いていきなりこう難しいところに行くんではなくて、こういったところでその車の限界を知った上で次のそのステップアップにつなげる、特に仲間を作ることが一番大きいですよね。一人で走っててもやっぱ成長なかなか難しいので、先輩だとかですね、そのベテランの方に教えてもらうような、そういう仲間作りみたいなんですも、ランクルの場合は仲間を作りやすい車だと思ってるので、そこもランクルの魅力なので、そういったところをうまく活かして、そのいろんな人と接することで自分のレベルも上がるんじゃないかなと思ってますので、まずはこういうところ、クローズドコースの安全なところからやっていただくのが一番いいのかなと思いますよね。競技としてはある程度まあ毎回みんなに考えてもらうような競技会にしたいと思ってます。できるだけランクルの性能をフルに活かして頭で考えて、まあ、それを乗りこなすみたいなところを目指しているので、まあ、そういう競技のレベルをどんどん上げていって、まあ、若い人たち、次の世代の人たちがしっかりとこの競技だとかランクルのオフロード性能みたいなところを理解してもらう、でそれを楽しんでもらうような、そういった競技会にしてもらうためにこの後も続けていきたいなと思いますし、できるだけ若い人たちにこの競技のやり方だとかですね、ノウハウだとか、あと今日見てもらった通りでレスキューだとか、そういうその方法だとかも含めて、まあ、トレーニングミーティングっていう形にしていきたいなと思ってます。